いい感じ。いい感じですか。うん。要望って死刑だ。いっぱい出たもんね。溶接をやらしたら超プロフェッショナル。ああ、来てみたに。どんなもんだか。これあれやん、いいんじゃないですか。八丈島で。八丈島にだから1個持って行って、うん、そこで別に命にかかるもんじゃないんで。命にかかる。これがフラックスワイヤーで。ちなみにこういうあの車のロールケージの溶接はですね、もう半端ではない、命をかけてるものなので、これはもう本当に素晴らしい技術とノウハウが必要です。こんな感じですかね。まあ、北見さんがまあまあと言えばまあまあなんでしょう。楽しみですね。俺も初めて。この棒がワイヤーですよ。ワイヤーってね、握って、これがだからハンダ付けのハンダに相当するんですよね。ハンダ違う。それを溶かしてあれですよね。これが溶かしてでもあれですよね、ビートになるんですよね。そうそう、だハンダごてのハンダと一緒ですよね。違う。まあ言ってまあ、うん、遠いくはない。ハンダではない。いやハンダではないけど、金属ではあるけれど、うん、要するにあのハンダごてで使う棒と一緒ですよね。そうですね。ね、うん、このスプリングであれがくるくる回るの、テンションを変えて抵抗を。ああなるほどなるほど、うん、はいはいはい、強さを変えるってことですね。強さを変えないとズルズルズルって回っていっちゃうんで、うん、バックファイヤー、バックラッシュするね。ミグマウグ、これで電圧とかの調整だっていいんですよね。そうね、うん、溶接モード、溶接モードはこの一番上に入れる、この辺のボタンを押すのかしら。あ、押すんだ。そうそう、はい、うん、これが今何モードですか。これがミグモードですね、うん、はい、あ、これがね、なんかね、あの柔らかいか、がっつりいくか、うん、ソフトにいくか、真ん中ぐらいがまず、ね、ね、うん、そうですね。でこれが、電圧、うん、あ、電流、だから15ボルトから、うん、電圧ですね。でこっちが電流、うん、はい、送りで出てこない、送りが出てこない、うん、動いてはいないですね。あ、動いた。またまた。すげえ遅いな。あ、またまた。またあそこ押すと出てくるんですね。お、止まった。あ、まだ動いてる。ここでニョッと出てくるまで。あ、動いた。早くなりました。で、ワイヤーを送って準備が完了。うん、頭このぐらい。出てる感じですかね。はい、ビートのチェックってまず一発目どんな感じか。うわぁ、弾いてるね。弾いてる。うん、これ面持ちしてくれ。弱い。電圧18、電流90。目がやられそう。お面を買わなきゃダメなんだね。あの目が焼けちゃう。それはよく分かってます。昔からそれは。画面越しに見てる。さあ、全然弱いな。セッティング。ミグ、ちょっと待って。ミグ。19.6 の97。さあ試し。なかなか。うん。今は 19.6 の100、うん、結構パワフルな方に振ってます。3ミリ、お、いいじゃん、溶け込んでる。ああ、本当だ、うん、いってますね、後ろまで。いいんじゃない、ノンガスで。おお、3ミリでこのくらい。100の20ぐらいだよ。だからアングルとかさ、3.x じゃん。はい。80時までやる。おお、これでいけると。3.2 とかのアングル使うんじゃない？うん。熱い方。はいはいはい。そうするとこのぐらいだね。で、これで、これとこれとこれちょっとくっつけてみる。
裏も出て、おいい感じ。いい感じですか。うん、使えます。いい感じです。全然使える。あ、全然使える、うん、お全然使える。裏も火入ってます。はいはいはい。溶接棒を使うタイプはどうですか。溶接棒アーク、はい、溶接機普通こんな大きいです。まあ、いろんなタイプの溶接ができるんですけれど、これはもう簡単には使いこなせない。これをして切り替えます、うん、溶接棒を使うタイプ。さあどうでしょう。おこれがね、最初のパチンがなかなかこれ難しそうに見える。最初のパチンで引っかかったりするの。何が違う。詳しくないので分からない。初心者なので。さて、うん、いけてるいけてる。使いすぎだね。強すぎた。違う、うちの要望がね、しけてたんだね。あ要望ってしけるんだ。金属ですよね。しけるってね、この周りにさ、あー、サビが破断するやつが、はい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 。もうね、これがあの、カチカチってやるのがなかなか難しい。全然強いね。強い。こっちは難しいんだね。素人にはできないってことだね。でもまだ強い、ね、強い。強くしないとでも飛ばないからさ。最初にですね。っていうか気泡がしけてるから。あ、はいはい。ほとんど使ってねえからさ。まあ今そうですね。ピッチングハンマーすらない。最近アークとかやらねえか。これなんて言ったっけね。上のかさぶた。かさぶたね、はい、国沢さんは半自動で。半自動でね。それはもう普通もすでに半自動の方が全然いいよね。構造はほとんど一緒。うん、100と200、こっちは100で、はい、こっちは200でも使えるっていう。パワー上がるってことですか、ね、パワー的にもさっきのあれ見るとほとんど一緒、ね、変わんない、うん、ただ200でやった方がパワフルだから。でも200ボルト供給できるのかってことを考えるとね、発電機は200あればね、そのがいいってことですね。普通じゃあ7万ぐらいが普通なんですか。そうだね、うん、買い得じゃないですか。7万だとちょっと簡単に買う気にならないね。僕らが使うのはね、ちょっと日曜大工でベランダの柵でも使おうかって気にはならないね。スイッチをここですね。メインスイッチこっち、はい、入った。ちょっとあれだね、暖気しないと出てこない。あ、暖気しないと出てこない。そういうことなのに、違うかな。ほらほら。おお。入った入った。これでね、スリップを調整するんですよ。これでワイヤーがドンドンってドン付きした時にさ、はいはい、カチッていかないように。ブレーキですか。でこれがね、テンション。急に速くなりました。うん、これ多分安定してきて速く。ああ、なるほど。でここにやがてこう出てくるニュート。結構長い。うん、あ、スリップしてますね。うん、あ、来た。出た出た。あ、本当だ、いっぱい出た。いっぱい出た。いっぱい出た問題ない。でさっきと同じぐらいの。はい。18ボルトの100アンペア。自動調整なんですかね。アンペアと。そうですね。はい。だからソフトハード。はい。10ぐらいでいけます。
目さあどうでしょう今日から。うん、もう同じような感じ、ちょっと強いな。どっちも同じぐらいの感じですか。うん、うんうん、まあ同じ感じ、同じ感じ、うん、使えそうですかこっちも。うん、どっちも日曜大工だったら十分使える。うん、全然使える。うん、じゃあ俺もこれで太陽光のパネルを作ってみようかな。うん、課題は丸いパイプを買ってきて。ちなみにじゃあここをうちの200万円する寄せ付きでやってみたらって比較したらダメだね。いいんじゃないですか別に200万円の見てみて。200万円やっぱり圧倒的いいですか。そりゃそうですよね。そうですよね。100倍か。2万円ぐらいと200万円と違うんだ。まあ使えれば十分ですよね。十分だよ。了解です。ラリーサービスのやべやっちまったなっていうのをなんか全然できるじゃない。なるほど。僕もちょっと練習してみます。うん、うん、面がついてないから面買った方がいいよ。面なしではちょっと生きていけない。これさ、あのノンガスってすごいんですよ光が。あ、はいはいはい、僕ら使ってるガスのやつだとほとんど面しないでさ。あ、そうなんすか。面のは高いかもしれないですね。だって今面だってこんなだって1万円ぐらい。やっぱ寄せ付きの半額だね。